Z 世代は SNS やインターネットに慣れ親しんでいて対面の話す機会が少なくなっているよね。それに加えてコロナ禍と学生時代が重なって友人との会話が少なかった。その結果 Z 世代は相手の表情や仕草などが見えなくなり対面で会話する能力が下がってしまったと Z 世代の僕は思うんだ。みんなはどう思う？そこで今回僕が紹介するのはこちら、友達がやってるカフェとスマホ断食サワー。実際に体験してみよう。ということで、みんなも行ってみてね。